もっと沖縄が好きになる。この番組は沖縄の隠れたおすすめスポットを紹介する沖縄クリップがお届けします。今回は那覇空港から車で40分、北谷町でひんやり甘い夏の絶品スイーツをご紹介します。北谷町宮城海岸沿いにあるカンナプラス。こちらでは沖縄県産の食材を使ったバラエティ豊富なメニューが楽しめます。もともと東京の三軒茶屋でかき氷専門店を営んでいたオーナーの田中さんはかき氷屋歴15年、年間を通して温暖な気候の沖縄でかき氷屋さんがしたいという思いで6年前にオープンしました。そんな田中さんの作るかき氷の特徴は、素材の味を生かしたオリジナルシロップと練乳に牛乳を混ぜて作った自家製ソースの味のバランス。中でも人気なのが沖縄マンゴー。本島南部八重瀬町産のマンゴーを贅沢に使用したかき氷。とろとろで濃厚なピューレ状になったマンゴーソースにマスカルポーネも加わり、滑らかな舌触りとコクが感じられます。色鮮やかなピンク色が目を引く沖縄ドラゴンフルーツヨーグルト&タンカンは、ドラゴンフルーツとヨーグルトを混ぜ合わせたソースが氷の上からたっぷりとかけられ、中にはタンカンのソースが染み込んだかき氷。ドラゴンフルーツの種のプチプチとした食感と、強調しすぎない優しいトロピカル感、甘酸っぱさが織り交ざった一品です。その他、EM 酪農牛乳を使ったソフトクリームパフェなども4種類。濃厚なのにさっぱりと食べられるカンナプラスのスイーツを、あなたもこの夏味わってみませんか？続いてご紹介するのは、北谷町浜川にあるかき氷専門店氷を刻め。店内はアットホームで落ち着いた雰囲気。お店を営むのはオーナー兼総合格闘家と異色の肩書きを持つ宗達也さん。かき氷に魅せられて全国を食べ歩き、東京で修行を積んだ宗さんの作るかき氷はまるでケーキのようにふわふわ。宗さんこだわりの焦がしキャラメルは、自家製のキャラメルソースと生クリーム、そして氷との相性を徹底的に研究し考案された自信作。濃くない優しい甘さで幅広い世代におすすめできる一品です。こちらは贅沢シリーズから本気のティラミス。純ココア 100% を使用したティラミスは、口当たりのきめ細やかさがひときわ違います。甘すぎずビターな仕上がりにしたコーヒーシロップとチョコレートの相性は抜群です。そしていろんな味を試してみたいという方におすすめなのが、もう考えるのをやめた欲望の三種盛り。宗さんお任せでその日のおすすめを3種類トッピングした贅沢な一品。リクエストがあれば
お好みのトッピングで対応してもらうこともできますよ。その他、季節に応じた裏メニューなど、かき氷の固定概念を覆すようなラインナップを揃えています。沖縄は年中かき氷日和、ぜひ足を運んでみてくださいね。続いてやってきたのは北谷町美浜アメリカンビレッジ。遊び心にあふれたカラフルな建物にカフェやレストラン、雑貨、ファッションとさまざまな店舗が並ぶ、まるで異国に迷い込んだかのような雰囲気が味わえるアミューズメントタウン。街を散策しているとカラフルで可愛らしい外観のお店を見つけました。こちらは沖縄デザートの新定番、ハグサンド。沖縄のデザートではおなじみブルーシールが新たに展開するサンドアイス専門店。クッキー、アイスクリーム、トッピングの3ステップで自分だけのオリジナルサンドを作ることができます。まずは4種類の焼きたてクッキーから2枚をチョイス。次にブルーシール定番のアイスクリームからお好きなフレーバーを選択します。そして最後にトッピングを選んで完成です。スタッフのおすすめはプレーンとストロベリークッキーに、アイスは南国のフルーティーな味わい、パインソルベ、そしてラムネを加えたソーダアイス、ブルーウェーブの2フレーバー。トッピングには大人気のカラーマシュマロを添えて、見た目にも可愛らしく、アイスのすっきりとした甘さとクッキーのサクッと食感が絶妙にマッチした味わいとなっています。選べて嬉しい、見て楽しい、食べて美味しい、沖縄スイーツの新定番をぜひ一度ご賞味ください。夜になるとアメリカンビレッジはまた別の雰囲気を感じることができます。ライトアップされた街を歩きながら、ロマンチックな沖縄の夜を過ごしてみてはいかがでしょうか。